久保さん。まあ、ありましたね。本当に。まあ、今回ですね。あの、30万のチャリにしましょうか。30万のチャリ。<laughs> まあ、僕ね、鹿児島来た時に、まあ、玄茶買おうかなと。原付きですね。いや、でもチャリかなとかね。まあ、その、5年前からちょっと思ってたんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、やっぱりね、 ま、GTR、ちょっとか、あの、維持費が高いんですよ。まあ、高いっていうと、ま、ガソリン代ですね。燃費、まあ、よく聞かれるんですけど、燃費どれぐらいですかみたいな。燃費3とか4なんですよね、踏めば。<laughs> バカですよね。で、まあ、ガソリン代年間、ま、ね、もうガンガン乗れば100万ぐらいかかるわけですよ。で、あの、最初ね、2、3万のチャリを僕探してたんですよ、いいので。 で、ずっと、この前も、勤務研究所っていう、まあ、メンバーシップでね、ライブしながら、お酒飲みながらね、チャリ買おうと思いますと。で、十九歳な来、来月39歳になるんですよね、僕10月1日で。久保さんも10月2んぼでしたね、なんか、年取れてますけど。で、独立して頑張ったし、なんか、いろいろ探してて、最初、2、3万探してて、今度、ちょっと8万円ぐらいだって、 で、今度8万円が10何万,万ぐらいになって、最終的にもう,もう最高スペックの買ったろうかな、みたいな。で、今ね、あ、これだなと。で、さらに、まあ、あの、色なんですよね。色も、その、まあ、僕が今ね、あの、X11 ってやつなんですけど、あのターンのやつで。で、色もガンメタなんですよね。 ガンメタじゃなくて、あの、マットブラックなんですよ。マットブラック。で、僕の3、三4もブラックだから、ホイールマットブラックなんですけど。で、なんかいろいろ調べてるんですけど、なんか次回以降のモデルがマットブラック出なくなるんじゃないか、みたいなね、のもなんか書いてあって、ここしかねえな、みたいな。で、一番売れ筋なのが、その9万8000円ぐらいの N8 ってやつが売れ筋なんですけど、それね、もう、もう品薄で全然ないですよ。で、その N8 の後、P10 で、 P10 の上が X11 みたいなそう買います <laughs> もう決定ですねこれもう決定ですもうこれもう確定でポチりますけど、まあ、またレビューしますよ多分ねまああとあのやっぱあの動画のネタとしても30万のチャリってちょっとネタで面白いじゃないですか多分ねあのまあ 500万の車とか1000万の車っていうのも、まあ、車の中では見栄えがいいとは思うんですけど、チャリでなった場合、車買うより全然安いんだけども、チャリの中ではクソ高いじゃないですか。これ結構チャリブランディングいいんじゃないかな、みたいなね。30万のチャリ買いました、みたいな。うん。そう。まあ、買えるようになりましたよ、久保さん。30万のチャリも。 最初 2, 万やっぱねでもねお金が稼げるようになると選択は増やせるのでうーんまあじゃあ30万のチャリを変える余裕があるかっていうとまあ余裕はないですよね、えー、貯金そこまであるわけじゃないんでただまあ稼げるんでまあ稼げば30万ぐらいあの、まあ、すぐ稼げるなと思って <laughs> 頑張れば <laughs>。 うん、逆に30万も稼げなかったら5年起業してね、鹿児島で僕できなかったよって話で。うん。だからまあ、あの、5年やったご褒美として、なんか、買おうかなと思ってますね。30万としたり。まあ買いますけども、確定で。ただこれね、しかもね、あの、在庫あるんですよ。やっぱあの、うん、いや、手が届く人と届かない人。だから9万8千のその10万以下のやつはもう全然ないんですよ、在庫が。 だから、で、2000、その、モデルチェンジして、その、なんか、次回入荷がね、来年の6月みたいなね。<laughs> 来年の6月か。それもいいんですよ。それもいいんだけども、来年の6月まで待てへんな、みたいな。<laughs> な感じで、まあ、30万のジャリを買うことになりました。まあ、これもね、まあ、いろいろ僕はありましたけども、やっぱ、いろいろ乗り切ってきて、あのー、乗り切ってきたからですね。 やっぱだから、お金はね、あのー、稼げるようになった方がいいと思いますけどね。うん。自分の力でね。うん、だから、なんだろうな。あのー、まあ、パソコンも僕、これ、50万ぐらいで買いましたけども、なんだろうな。買う時に思うのが、高いものを買う時に、いろんなこと考えるんですけど、うーん。じゃあ、仮にね、これも昔好きな話があるんですけども、 あの社長さん、女社長さんがね、その買い物に行くっていうテレビ番組だったんですけど、芸人さんがね、まあ、リアクション取るわけですよ。え、社長それ買うんですかみたいな。で、その女社長がね、ベッド買うわ、決めたっつって、社長それいくらですかと二200万って200万ですか、社長、すごいっすね、みたいな。で、その社長がね、その芸人さんにね、言うわけですよ。あんたね、あの、睡眠大事でしょあ、それ大事ですね、と。人間の3分の1はもう睡眠だと。 じゃあ、その、睡眠が良くなかったら仕事を活力できないでしょと。確かに、と。睡眠っていうのは大事ですよ。って言うわけですよ。いや、でも芸人はね、200万。考えてみなさい、と。私は、この前使ってたね、ベッドね、10年ぐらい使ってたのよ、と。じゃあ、このベッドも10年ぐらい使えうよ、ですね。じゃあ、200万を10年で割ってみたの。1日いくらやと。1日数百円、数千円でね、最高の睡眠が得て活力得たら、めちゃめちゃいいでしょ、と。 ってこうい言ってくるんですよそしたら芸人が「社長買います」みたいな「<laughs> 僕も買います」みたいな <laughs> でもねその本当そういう考え方って僕すごい今までそういう考え方がなかったんでなんかお金があるとかないとかじゃなくてその高いものを買う時の選択の考え方としてあそういう考え方があるんだなっていうの、ね、はすごい学びだったんですけどね うんみんななんか、まるがあるからとかね、言うんですけど、お金があるから。もちろんそれは嘘ではないですし、お金がなかったら買えない部分もあるんだけども、逆に言うと、お金がなくてもそういう考え方をすると、あの無駄遣いをせずここ、ここぞというところに貼れるって感じですかねうん。自分がこれは必要だなと。まあ、あとは、まあ、チャリに関しては維持費用ですよね。まあ、ガソリン代っていうのはないですから、そもそも <laughs>。 <laughs> ガソリン代ないですからね。うん、チャリは。だ原付きだとガソリン代かかるし、一応自動車自賠責か入らないといけないし、まあ、あと置き場所ですね。まあ僕が買うのはこの折りたたみなんですけど、折りたたみですげえいいんですよ。そのターンってやつのメーカーなんですけども、いろいろ調べたんですけど、あのこのターンの,あの折りたたみが、まあ多分一番売れてるらしいんですよ折りたたみで結構。で、めちゃくちゃすごいんですよ。 うん、めっちゃ調べましたよね。ここ、ここ数週間。<laughs> で、最終的に30万のチャリに行き着くっていうね。<laughs> うん、お金は稼ぎましょう。うん。そな感じですけどね。お前の自慢話かと。はい、自慢話ですけど。<laughs> うん、ただな、ただあれですよ。ガソリン代。 を考えると、軽自動車でもガソリンも今ガソリンどんどん上がってますから、まあ車持たずにね、チャリンコ株、じゃ車の、じゃあ車の軽自動車でもね、10年維持したら30万じゃ収まらないですからね。どう考えても車検もあるしね、オイル代、タイヤ代、ガソリン代、あと、もろもろの整備ですよ。本当にあの、ウォッシャー液とかね、ワイパーとかね、本当に細かい声で言ったらめちゃめちゃあるんで、もちろん自転車もね、まあパーツパーツありますけども、まあ、車に比べるとビビったらもんですから、 うん、だからまあね、軽自動車10年所有するんだったら、チャリンコ30万めちゃめちゃいいの買った方が、全然金余るし、そう。で、健康にもいいしね。うん。だからまあ、考え方ですね。お金。だテーマは、タイトルは、おか、お金の考え方かな。いってらっしゃい。